Google から最新のピクセル、おっと、8A、いただきました。はい、というわけで、どうも、おかチャンネルです。いや、やってきましたよ、やってきましたよ。まあ、というわけで、こちらですね、ちょっと開けさせていただきますか。おー、やってきた。これだ、これ。じゃじゃん。今回新しく発売された Google Pixel 8A が我が家にやってきましたよ。こちらのシリーズ人気があるということで、結構多くの方が持ってるんじゃないのかなと思います。そして、なぜ人気なのか、それがね、お求めやすい価格で高性能なんです。ほんで、今回ですね、気になるのがお値段だと思うんですけども、円安の影響もありながらですよ。なんと価格72,600円でございます。しかも、最後の方で紹介するんですけども、下取りなど、そちら使うことで、っていう価格に大変身するということで、まあ、ぜひそちらも最後まで見てみてください。そんで今回はね、じゃじゃんとこちらにございますのが Pixel 8 Pro、 こちらと同じですねプロセッサー、Tensor G3 をなんとこちらの方にも搭載されているということで、ちょっと早速こちらですね開封もしていきたいなと思います。では早速、開封させていきましょう。うわ、このマークはもちろん指紋認証ですね、これ。さあ、そして今回、入ってる付属品がですね、これは変換アダプターでございます。他の OS のスマートフォンとかね、つなぐだけでデータを簡単に転送させるというやつ。そして、はい、こちらは Type-C のケーブル。あとは、この中に、SIM 用のピンですね。ほんで、今回、ナノ SIM、そして eSIM の両方に対応しております。ほんで、中は、説明書ですね、簡単な。では、早速。うわ。いいな、この色。かっこいいな。ちょっと早速、出ていきましょう。はい、ということで、セットアップ進めていきたいなと思います。そしてまあこんな形で先ほど言ったようにね、 Android デバイスなどなど簡単に転送ができるみたいなので、ここ今 QR コードがあるので、おっ、そうすると私の、メイン端末ね、 Google Pixel Fold でございます。設定、始まりました。ほんで QR コードをスキャンして完成。これでできるんだ。ではしばちお待ちください。あ、じゃじゃんと、はい、バッチリ起動しました。まあ、そんで今回ですね、最新のプロセッサーね、Tensor G3 搭載ということで、上位機種でしか使えなかったですね。音声消しゴムマジックなんかももちろん使えるよ。意外と、はい。まあ、例えばこの素材だね。いやー、いい天気だね。意外と、この道路の横で喋ったりするとさ、うるさいな。やっぱ車のノイズ、まあまあまあ今みたいな感じで車のノイズ音聞こえると思うんだけど、編集、音声消しゴムマジック、それで声とノイズに分離できるのよ。でノイズの部分をマイナス100に持ってくると、いやー、いい天気だね。意外とこの、おおおお、消えてる。ほんで例えばこの音声を0にしてノイズを100にすると、これ分かりやすいかも。いくよ。声がね、口パクになっちゃってんだよこれ。みたいな感じで、音楽だったら音楽の音声を分離したりとか、もう自由にこういうことができるようになってしまう。さすが Tensor G3。 まあこんな感じで AI 処理にね結構特化してるやつだから、もういろんなとこで活躍するんだけども、 AI といえばやっぱりジェミギーでしょ。ジェミギー、もちろんね使えます。こちらの電源長押しで使えます。今日の天気教えてよ。現在福井は気温はい晴れです。今日は予想最高気温16度、最低気温10度で晴れるでしょう。まあまあこれだと、まあ検索と一緒ですよ。んなら今日はどんな格好で出かけるといいかな。はい、こうやってねしっかりと考えてくれるのよ。16度、なるほど。最高気温は16度、最低気温は10度で、風は北から5メートル毎秒吹いています。
今日の服装、朝、最低気温は10度なのですごくない？薄手の長袖シャツやパーカーがあると良いでしょう。なるほどね。昼、はいはいはい、最高気温は16度と過ごしやすい気温になりますが、日差しが強くなるのですごいな。長袖のシャツに羽織物を持っていくと良いでしょう。夜、日没後は冷え込むので長袖シャツやスウェットがあると良いでしょう。紫外線指数は4と中程度なので日焼け止めを、まあ、という感じでいろいろ考えてくれるのよ。もうありとあらゆるところで作れてさ、3泊5日でハワイ旅行行きたいんだけどリスト作ってくれる？持っていくものリスト。はい、もうじゃじゃんとすごいね、ありがとうね。はい、もうここら辺はもう絶対必須だもんね。常備薬か、はいはいはい、みたいな感じで、こと細かにねこうやって教えてくれるんだよね。あっちでランニングもしたいんだけど具体的にはどういう服装がおすすめかな。はい、もうさっきのやつもねちゃんとあって、はいはい、先ほどのやつもちゃんと覚えていて、こういう格好でやるといいよとかマジで相談ベースでいろいろできるんだよね。今回久々のホノルルなんだけど3泊5日でどういう風に行動すればいいかスケジュール作ってくれる？子供2人います。子供と一緒に3泊5日で満喫ハワイホノルル観光プランルアウショーで、写真付きで教えてくれてた。2日目午前ホノルル動物園で動物と触れ合う。まあこんな感じで結構使えるのよ。もう OS に組み込まれてるレベルだから、この電源をね長押しすればすぐ起動する、まあ、ということもあり私ねめちゃくちゃよく使ってます。そんでこちらのピクセルの A シリーズですね。 8A 高性能でありながらお求めやすい価格で購入できるということで人気なんですけども、今回ねそこついに踏み込んでしまったかということでディスプレイです。まあ、ディスプレイ、あの高性能のやつはね、まあ、120Hz とか、まあまあ、最近だとも当たり前のように搭載してるじゃないですか。ただよ、ちょっとお求めやすいやつは一般的には、まあ、ごめん 60Hz だよと、まあ、そこら辺で差別化をしていきますよっていうものなんですけど、今回なんと 120Hz ちょっとハイエンドじゃねえのみたいな思っちゃうかもしれない。 120Hz、そんなこともありもうぬるぬるサクサクの世界がやってまいりました。一回 120Hz やるとねもうやめられないみたいな方も多いかもしれませんけど、本当にサクサクしてんだよね。いやこれをね待っていたっていう方も非常に多いんじゃないの。あのページを送りはもちろん、ゲームなんかもねなんかこういうのですごい快適になっちゃったんじゃないのかな。そして以前の、Pixel 7a と比較して何がどう変わったのかというと、一覧こうなっております。ワイヤレス充電や、セキュリティチップはね健在でございます。そしてこれですよね、指紋認証。実際使ってみると、いや早い早いのよ。もう一回いくよ。いやそして顔認証もいけるからね。あの今自分の顔に向けてるんだけど、いくよ。でほらほらほら、いきなり鍵チェックされちゃったね。起動と同時に、はい、解除される。ほんで顔向けてない状態でも、はい、親指ポン、早い。顔認証に頼らなくていいからね、サングラスマスクしててもスムーズに解除できるし、なんかね、あ手袋で、あちょっと認証しづれえわーっていう時はね、簡単に顔で認証も反するし、両方使えてしまういやマジ楽、両方はマジで楽よ。そして、ね、他の変化見てみると、プロセッサーがね先ほど言ったようにテンサーの G3 に変更になり、最新の機能が使えるようになっております。そしてディスプレイが 6.1 インチのアクチュアディスプレイになっており、120Hz に対応してしまった。さらにはですよ、 OS のアップデート、今までね、まあ、3年間しっかりと OS アップデートしていきますよということだったんですけど、今回からですねなんと7年です。7年間 OS のアップデートをしっかりと受けることができますので、長いこと使うことができるスマホになってしまいました。そして重量がですねパワーアップしておきながら、なんと 193g から 188g、 少し軽くなってバッテリー容量はね
アップしてます。さらにはね、最新 AI エコシステムを搭載しておりまして、自動調整のバッテリーモードだとなんと24時間、そしてスーパーバッテリーセーバーモードだと、最長72時間使うことができるようになっております。さらにはこれらの新しい機能というのは、どんどんねアップデートされていくんだけども、これらフューチャードロップで自動ダウンロードされていきますので、買い替えをすることなく、なんだかあれカメラ機能がちょっと良くなってるんだけどとか、いろんなところがねパワーアップしていく、そこも楽しいところなんじゃないのかなと思います。いやでもね、まだねピクセル使ったことないんだっていう方もいらっしゃると思うので、簡単にちょっと紹介していきましょう。SNS なんかでさ、あ、何これめっちゃいいんだけどと思って、気になる気になるっていう時に画像検索も簡単にできるようになってる。下のところをちょっと長押しすると、あ、囲って検索っていうのがねなんか出始めてる。この山はなんだみたいな。そう、こんな感じで気軽にものを検索することができてるんだよね。囲って検索やるよ。これタップタッペッてると、これなんだみたいな感じで、じゃじゃーんとこんな感じでいっぱい出てくる。著作権の関係でモワモワついてるかもしれませんけど、こんな感じでめっちゃ出てきます。他にもさ、便利なのがほら、わかる？今のわかる？コピー、ほらこんな感じで文字列のコピーなんかもできるようになっております。これも AI がいろいろね判断して、あ、文字だなとかピクセルって書いてあるなみたいなの判断してくれてるのよ。だからちょっとしたものでコピペするのにすごい便利。そして今回はじゃじゃーんとこちらですね、64メガの広角カメラ、そして13メガのウルトラワイドのカメラがついております。ほんでカメラの起動は電源ボタンを二度押しでポンポンってやると簡単に撮れてしまう。じゃあ撮ってみようかな。こう手をかざすと、はい、どれどれ、おー、いい感じに映ってんじゃん。他にも、編集のとこからこの端っこのピロピロ光ってるやつぽい、いや、なら編集したいのはカズさんで、カズさんをちょっとこっちに移動できるかな、お願い。うわカズさんが移動したよ。ほんでさっきのこの影が気になるね、これカメラマンの手なんだけど、これ気になるからこれ消してもらおうみたいなね。はい、消していただけましたということで完璧な写真が出来上がりました。まだ他にも半目の写真とかみんなも量産するよね。集合で撮った時、一人の時は意味ないんだけど半目だったと一人だけね、そんな時にツールのベストテイク、これ似たような写真を探してくれて、その中からじゃん、おー、いい顔になった。ほらこんな感じで適当にね数枚撮っとけば、こんな感じで簡単に顔がね入れ替えることができるというか、これは子供セットになった時の集合写真の時にめちゃめちゃ効果が出てくれるというやつです。これでいいのかっていうのはちょっといい顔にしとこう。はい、 OK。他にもこちらは夜景モードなんかも搭載しており、こんな感じでターンと、うわ綺麗だよね夜景モード、こちらも搭載されております。もちろんただの夜景だけではなくて天体撮影モード、じゃーんと、これだけ綺麗にねお空っていうかお星さんがねしっかりと撮れてしまう、これが天体撮影モードになってます。ほんでこちら広角カメラと超広角みたいな、その2種類しかついてなくて、いや望遠ついてないじゃんみたいなこともあるとは思うんだけども、これ望遠がついてなくてもじゃじゃんと超解像ズームというものがございまして、望遠レンズがついてなくても、もう今までの、ね、処理の技術 AI 技術とかだったり、写真をしっかりと分析してズームしても解像感が失われないように綺麗にズームしてくれるといった機能もございます。そしてこちらカラバリはこんな感じとなっております。いろんなカラーがあって可愛いよね。私はねこちらにいたしました。で大切に使っていきたいので、じゃじゃんとこちらケースです。こちらいただきましたありがとうございます。シンプルな今回はこちらでいこうかな。よいしょよいしょ、お、いい感じになりましたね。
まあこんな感じでピクセルってね、いろんな機能詰まってるんですわ。ほんで今回紹介したものはあくまでまだ一部でございまして、まあ、リアルタイムの翻訳機能があったりとか、まあそれら使ってね SNS とかでさバーッと英文とかで来ても、あの簡単に翻訳することもできるし、あの動画とかの言葉とかも認識するからさ、自動的にこちら本体で翻訳の文がねバーッと出てきたりなど、あのなんか海外に持ってってもねすごく安心感があるっていうのがこちらのピクセルでございます。ちょこちょこ海外行ってる時にめっちゃ役立ってる。これだけ機能がモリモリで、価格が 72,600円となってるんですけども、実は概要欄にあるね Google ストアね、そちらで購入する場合なんと2万円分のストアクレジットがもらえたりとか、対象のスマホを下取りすることでなんと実質 19,800 円から購入することができるようになっております。いや価格破壊がやばい。いやとりあえず私ですね、メインスマホをまたね、こちらからこちらに一旦変更してしっかりと使い込んでいきたいなと思います。まあとにかくですね、あの AI 機能が素晴らしく、まあいろんな処理なんかもできるし、そして先ほどのジェミニなんかもね簡単に呼び出すこともできるし、あの旅行の相談とか、夏までに体重痩せたいんだけどさどうするといいかな、夏までに健康的に体重を減らすポイント、うん、夏までに体重を減らすには、はい、食事と運動の両面から取り組むことが大切です。なるほどなるほどなるほど。食事、野菜やキノコ、でもいつも食欲が止まらないんだ、どうすればいいそんな時は、みたいな無茶なこと言ってもさ親身に相談してくれるんだよこれ。食欲が止まらない時は、うん、以下の方法を試してみてください。はい、食事の前水分をたくさん飲む。なるほど。歯を磨く。はい。ガムを噛む。あ、なるほど。ガムを噛む。ゆっくりと深呼吸をする。食みたいな感じでマジでいい相談相手。ある意味で第二のパートナーは君だよみたいな状態に私なってます。まあとにかくこちらですね、Google Pixel 8A。もうコスパモンスターもいいとこなので、ぜひ皆さんも、ね、手に取って試してみてください。まあ、今回詳細はね概要欄の方に、ございますので、もしよかったらこちらチェックしてみてください。以上今回新しく発売された Google Pixel 8A のご紹介でございました。